年お金を出し続けたわけですよね。なるほどね。それが日本の満州経営の始まりなんですよ。でその後ですね、その関東省の役所にあたるその関東都督府ですね、はいはい、それは誕生したわけです、ね、そうです。だからその軍事占領をやめてちゃんとした役所で、じゃあ当時は関東軍はまだなかったんですか？ないんです。関東都督府の陸軍部というのは、うん、ロシアと清朝の条約以来、うん、鉄道の守備兵というか保護兵が必要、守備隊みたいなものです ね。だから1万何人ぐらいになるのね、ちょうど南満州鉄道の線路に合わせてかける何人っていうのがあるから、すごく、そう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 、すごく少ない人数が都督府陸軍部としてスタートしてるんですよ、はい、守備兵としてね。あ、なるほど。だからまだ関東軍はない。そっか、なるほど。もうそれもね、日本人がね分かってないんですよね。あ、でそれいつ頃関東軍になったんですか？それはロシア革命が起こって1919年コミンテルンができて、それで日本が慌てて都督府では間に合わないと、でもっとあの上の役所にしないといけないので、関東庁という日本の直属の役所にして大臣クラスにした時に、都督府陸軍部が独立して関東軍という名前になるんで、1919年に関東軍が生まれる。なるほど、わかりました。で1915年ですね、大化21か条、大化21か条ですね、で調印されて、で日本人はですね自由に満州に行けるようになったんです。でこの理由がね、これちょっと遡って1911年に辛亥革命が起こるでしょ。そうです。で12年に中華民国1月1日にできて、2月に清朝が亡くなるわけですよ、はい、でこの時もその、まあ、遠征外が本当だったら大臣だったのに、清朝の自分が清朝潰してくれたら優待条件出しますって、一生資金上で暮らしてもいいです、うん、年金出します、はい、満州人の財産保護しますと溥儀とお父さんに言って、はい、まだ溥儀が何歳、もう本当に、まあね、3歳4歳で即位して7歳8歳もうそんなぐらいでしょ、うん、でお父さんのその摂政も凡庸な人 で自分たちが殺されるよりはその方がいいっていうんで、清朝は2月に亡くなった、1月に中華民国で、うん、はい、1912年、はい、でこのあとですね、中華民国の方はやっぱりな、あの遠征外がと孫文の間でごたごたがあるじゃないですか。孫文は結局本当は自分が偉くなりたかったのに、遠征外があの政治力があるので、五国借款がいろんな列強に金借りて、自分があのいっぱい買収して結局正式の総統に一応選挙されたわけですね。でその遠征外に対してね、日本が大化21か条を1919年に5年に出すのは、日本が関東州を租借したのは清朝から租借した。そうですね、清朝なくなった、政権変わったんですね。で中華民国にもう一度それを認めてもらわなければ、うん、投資やら何の保証もない、条約がないことになるわけですよ、うん、日本の、うん、日本人の暮らすその、条件も何もないことになるので、その中華民国に改めてその日清条約の内容を確認させるというのが一つ一番大事な理由だったわけ。だけれどもこの1915年って何が起こっているかと、第一次世界大戦の後、最後なんです。1914年ですね、ね、それでその1915年段階で、はい、実は日本はもう、要するにイギリスから誘われて第一次世界大戦に参戦して、でドイツをやっつけてくれというのが世界の日本に対する希望だったわけでしょ。第一次世界大戦はドイツが一番の敵だったでしょ。で日本何したかって言ったら、南太平洋の方のドイツの方も抑え、海軍も結構強くて、それから地中海のその防衛に行き、ついでに山東半島のドイツ権益を日本が戦争で取ったわけ、ドイツと戦って奪ったわけですよ、はいはいはい、で当時は日本はその何ですか、日本帝国艦隊はそれは、まあ、非常に大きかったの、立派だったし、でもちろんだからイギリスの依頼で第一次世界大戦に参戦したわけですよ、うん、それでドイツと戦って山東半島を取ったのね、はい、で中華民国すごいのは戦争の最末期に参戦したの。何にも戦わない、戦勝国になったじゃないですか。何にも戦わないで私たちも戦勝国なんだから、ドイツから奪った土地は私たちに返せと言ったわけ。
まあ、それは、まあ、一理もあるんですけれども、すごいよね。それでね、ずるいはずるいんですよ。ずるいでしょ。で、日本はそんなことは自分たち何もしてないのにって言ったらイギリスやらフランスやらアメリカ逃げてね、日本と中国で話をつけてくれって。ああ、そうか、当事者同士でね逃げたんです。話をつけてそれでこの時に大化21か条で、そのものすごく遠征がの、まあ、悪だぬきなんで、日本の外交官相手にもういろいろ交渉してね、もうこの話は私の本詳しいからあまり行くと次行かないんで飛ばしますけどね。で、結果的にその日本が悪者になるわけなんで、日本人も上手に外交ができなかったっていうのは一つあるんですけれども、一番大きな理由はその満州の日本が投資した権益をそれから後も続けられるかどうかってことだったんですね。そうですね、中華民国に確認しようとしたわけです。でももちろん清朝なくなってしまって、中華民国は満州に権益も満州に何だろう、本当言ったら何にも発言権なかったわけですよ。それで日本はその時に何を言ったかって言ったら、その清朝が OK しなかったあの日本との合弁企業とか、日本人が自由に商売ができるようにとか、日本人が土地借りれるようにとかいうことをここに入れたわけ。21か条要求に、はいはい、その前の戊辰条約を引き継いだのにはないわけですよ、うん、だから21か条要求まではあの日本はその満鉄の土地にしか住めないとか、うん、関東州だけしか住めなかったわけ。そうです、まあ、狭いんですけれども。で、21か条要求によってその東部内蒙古と満州の南満州に日本が土地を借りて農業することができる、あの遠いところも商売できる。じゃあ満州全土にどこにも行ける。全土ではなくて南満州、南満州ですね、北はまだロシアだ。ロシア、ロシア領ですね、はい、でそれで南満州に どこっていうのが21か条要求だったわけ。それでそのロシア革命が起きた後の五四運動で日本が侵略だってことになったわけ。21か条要求が悪いと、日本は侵略したんだっていうふうに逆転したんです。あの日本とロシアの間ね、それ密約たくさんあったわけ で、はい、でロシア革命の後ですね、それはカラハンですか、カラハン宣言ですか、うん、でそれ全部暴露されたわけですね。だからロシアは1917年のロシア革命の後で、うん、その、目的は何なんですかっていう、あもちろん日本を敵対する。ですね、ロシア革命もそんなに簡単な話じゃなくて、うん、反革命ってシベリア出兵とか、もうイギリスやらフランスやらアメリカは日本を組み込んで国連軍のようにして革命を抑えたかったのがあったんですけれども、うん、結局失敗して、うん、でロシアはそのまず日露戦争で日本に負けたことでも日本を敵視して悔しい、ロシア人は、うん、それからもう一つはロシア革命の妨害されたシベリアでって思ってる、うん、それでその、1919年にできたコミンテルンはもうひたすら日本をあの一番の敵に焦点を当てるということが政策として決まったわけですよ。あ17年段階はまだね、国内グタグタなんでそこまでちゃんとできてないけども、コミンテルンの1919年にはっきりとその、日本が、一番の革命の敵であると。それで中国人に対して、うん、ロシア人は日本とこんな密約して、あの悪いことして帝国主義だったけれども、私たちソ連になったからには中国の味方ですと言って、うん、もう散々にもう私たちはロシアの持ってた権益は全部中国に返しますと言ってばらしたわけですよ。日本とこんな密約しました、あんな密約しました、北満州はロシアの権益、南満州は日本の権益、北京を通る、南北の線の東は日本、日本、西はロシア、完全にねロシアに裏切られたという、ね、感じです。いやロシア人はだからこうやって中国人、嘘ですよ全部、うん、一切返さなかったんだけど、うん、そうやって口で口約束をして中国人をロシアに引き込んだ、これの始まりで五四運動というその、ね、北京大学の学生中心とした運動が中国初めてのナショナリズムって言われてるわけ。あそれまでは中国人という意識はなかったわけですよ。で中華民国できてもすぐ中国人は生まれなかったんですよ。あなるほど、まだ そこまで清国だったんですよね。1912年まで清があった。で1912年中華民国できたけど、まだその中華民国も省によって全部バラバラなので。分かりました。なんで中国初めてのナショナリズムと言われるかと言いますと、それ中国人という概念は初めてできたわけで、そこであの結構だからロシアのソ連、ロシア人、ソ連の、うんソ連の都市というか、ロシア革命のイデオロギーが
その中国人を作ったっていうかね。ああの中華民国が中国になったって今では言うけれど、あの時はね、あの外省人追い出せ運動っていうのを全部の省がやるんですよ。四川省とか福建省とか、台湾は今本省人と外省人って言いますが、それは全部の省が言ったの、あの時。つまり外省人が清朝時代には県知事や役人になって降りてきてる、うん、で, ね、でも話し言葉の分かんない奴らだったと。あ、そうです、ね、だから我々の省は我々の省出身の人間で統治しましょうっていうことで、全部が外省人を追い出したんです。それで総教人というあの中華民国じゃなかった国民党の人はね、アメリカの合衆国のような国にしようとしたんですよ。州がそれぞれ連邦制でないと、それぞれの省が言葉の分かんない人たちを追い出してまとまって、本省人だけでまとまってんだから、これ全部合わせて緩やかな連合にするしかないって言ったら、遠征外と孫文が大反対したの。そんなことしたら分裂するに決まってるって、困ると。それで総教人暗殺されるんですけどね。ああ、なるほど。だからその中国人意識もないわけ、まだその省を超えた人と連帯するって考えは中華民国できた時はまだない。もう軍閥もいるし、省ごとに、ごとにバラバラだったの、独立してるような感じで、軍閥闘争してるわけですよ。だから社会主義の思想が入ってきて初めて中国人、なるほど、中国人というまとまった概念はなかったんです。五種運動からなんですよ。でこの時に日本を敵視した、うん、なるほどね、でこの時に日清戦争の前からいっぱい甘いことを言って、それまでは日本を見習った近代化をしていたわけですよ。漢字の語彙とか、うん、学校を建てるとか、日本の先生呼んできて、初等教育するとか、日本を見習って近代化しようとしてたのが、あれは甘い嘘だった、日本人って悪いやつらだったんだ、うん、ってものすごい味って、それで全員で反日しようっていうのが1919年からで、こっから現代までつながるわけですよ。いや先生、次ね、あの張作霖の爆殺事件で1928年、はい、話が飛びますけど、発生したわけですね、はい、これは、当時はですね、あの日本人の仕業だというよく言われていますけれども、うん、最近の研究で言いますと、それコミンテルの仕業ではないかというね。あ、張作霖爆殺ね、それはね、やっぱりね、張作霖自身がコミンテルンをとっていう、あのロシアとコミンテルンを非常に嫌ってた、ソ連を嫌ってた、まあ親日派ですよね、とも言えない。もちろんだから中国人はその都合によって誰と組んでもいいわけだし、そのうまくいく人と組むわけだけれども、張作霖自身はそんなに日本のこと嫌ってなくて、日本のバックで、日本の後ろ盾で北京で成功したわけだから ね、 そうですよね。で日本人がもう帰ってきてくれ、もう満州だけにしてくれと、南シナまで行ったら、もうあっちまで行ったらもう手がかかるんだからって、日本人が引き上げさせたかったわけですよ、一生懸命になって。だって、蒋介石に負けてたわけだから、うん、でちょっと話あの脱線っていうか、張作霖だけじゃなくて、その中華民国時代の軍閥って、別の説明長くなるので今日はしませんけども、うん、軍閥みんな共産主義嫌い、社会主義嫌い、ソ連が嫌い。なぜなら社会主義というのは地主殺してみんなで土地分けよう、金分けようでしょ。で軍閥は地主階級 で自分の支援者はほとんどが共親の地主階級で、殺されたら困るんですよ。それで軍閥はもちろん税金いっぱい取るけれど、来年も生きててくれないと税金取れないから、殺すとか餓死するとこまで行かないで自分の配下を守るんです、一応ね。でも社会主義共産主義はそんなことお構いなしに、殺して分けよう殺して分けよう殺して分けようだから、軍閥は基本的に社会主義とは合わないの。で張作霖も実はものすごくソ連とこの五種運動以後ね、共産党を敵視していて、自分の息のかかったところではこう排除してるから、張作霖殺されて誰が得したかって言ったら、日本じゃなくてソ連ですよね。そうですよね。でも日本人の中にももうすでに社会主義の革新的な人もいたし、それに呼応する人もいたし、だから決してその一筋縄ではいかないんで、コミンテルン爆殺事件もいろいろ出てますけども、コミンテルンだって話も出たけども、コミンテルンの方もね、俺がやったって自慢する可能性があるんでね、本当かどうかはいつまでもわからないの。それは確かに。で結果から言ったら、ソ連が得をして日本が損した、うん、それからその張学良の話さっきなさってたけども、そうなんですよ。で3年後にですね、満州事変発したわけですよね、はいはい、で私の考えにはですね、張作霖はですね爆殺されて、それは息子の
張閣僚ですね、それはまあ日本人やったわけですから、それ日本人に、ね、リベンジするっていうことで、うん、その排日運動をやったわけじゃないですか、それは満州で。ね、それがまたそれをいいことにしたっていうぐらいなもんで、張閣僚が果たして本当にその日本を恨んで、日本を恨んで排日っていうよりも、張閣僚はとにかく日本人を全員出て行かせたいコミンテルン型の考えをする人だったというか、張閣僚は張作霖、お父さんが爆殺される前から、お父さんは満州の軍閥なので、うん、国民党員じゃないわけですよ、うん、蒋介石と争ってたわけだからね。そうなんです。蒋介石の北伐に負けて引き上げたわけでしょ、で国民党員じゃないのに、張閣僚っていうのは張作霖が爆殺される前から国民党員だったってとこ分かったわけです、うん、そうそうそう、蒋介石と合流したじゃないですか、後でも、うん、後で合流するけど、それはお父さんが殺されたから国民党員になったんじゃなくて、殺される前から国民党員だったの。怪しいでしょ、いろんなことで。あ、お父さん邪魔だったってことあるわけ、そもそも。でもちろんお父さんが殺されて張閣僚が反日だっていうのは日本人にはとっても分かりやすい説明だけれども、そんな単純かなっていうのが私の考え。そういえば先生のロジックに沿っていけば、それは張作霖を殺したら張閣僚にとっては嬉しいことじゃないですか。そうですよ、自分の思いをできるんだもん。でね、張作霖のすごい可愛がってた部下何人もが張閣僚嫌いで、最後に満州国にすっごく賛同した人たちがいるね。あ、だから私そんな張作霖と張閣僚が仲が良くて、張閣僚がお父さん殺された恨みで反日になった、そんな分かりやすいドラマみたいなストーリーはやめた方がいいとそんな簡単にはいかないぞ中国人とには思うわけね。ただし本当のことを何が起こったかっていうのは分かんないことは分かんない、仕方がないんですよ。 あとは状況証拠でここまで分かるけどここからは言えませんとか、で河本大作爆殺もね、2キロの爆弾を線路に仕掛けたとかね、うん、でも線路爆殺され破壊されてなくて列車の上が飛んでるって怪しいでしょとかね、いろんな怪しいことあるけれど、まあ、それは列車におそらく爆弾を仕込んだと思うんですよ。でも だからといって誰がどういうふうにどうしたかっていうことは分かんない限りは、うん、そこでやめるしかないんですよ、この場合は。だからコミンテルンが本当にやったかどうかもまだクエスチョンなのね。でコミンテルンがやったっていうのがユンチアンのマオに書いてあったわけですよね。でコミンテルン側の資料がありましたってね、意見に賛成しますけど、うん、で私もすごく心惹かれるっていうか、そうだろうなとは思うけれどでも実際にはそのいろいろまだ不備なこともあって、でコミンテルンが計画してたとかいっぱいあるわけ、計画が同時進行してたこともあるわけ、うんうん、でそういう場合には人がやったことで成功しても私がやりましたって届けて偉くなるってこともあるわけですよ、うんうん、でこのまあ確かに、ね、証拠はないんですけれども、おそらく将来はですね、例えばそう今のロシアですかで、将来はですねそういう秘密資料をですね公開するならば、おそらく我々はその真相を知る。いやだけども資料が出てきたからって資料が本当のこと書いてるかどうかって、もう一遍そこで資料批判しないといけない誰が何の目的でそれ作ったかっていうので、ブラフというか嘘のことを書き残すっていうこともいっぱいあるわけだって。河本大作だって弟に何か出したとか私がやりましたとかって、それ本当かよっていうのがあるわけですよ。あ、なるほど、そうか、そうなんですそんな甘くないんですよ近現代史は、ね、じゃあその1931年ですね、うん、その流浄港事件ですね、うん、流浄港事件が発生したわけですね、うんうん、それね私ねどうもねこの手口から見ると、うん、日本人の仕業ではないような気がするんですけど。いや私はそれはね共産主義者のものじゃないですか、まずね、自分のものに爆破して、でこれね相手がやったんですよ、やり口でしょ。でもそれ石原幹事でしょ、そもそもがね。で石原幹事さんは戦後までずっと書き残したり言ったりしていて、趣味一貫してるわけ彼は。でこればっかりは満州事変ばっかりはそんな謀略ではなくて本当にやったと思う。あ、全部がそういう証拠がある。それは日本人はなんせ緻密に連絡して緻密に残すので、うん、この時の人間関係と東京に言ってきた言い方とから朝鮮から出兵を求めたとかものすっごく細かく分かっているので、これはもう絶対に日本が、満州事変を起こそうとして軍部がやったんですよ、関東軍がね。でもなんでやったかっていうことが日本で全然知られてないけれど、それはなぜかというと、張閣僚がそもそもが父親が亡くなった直後から満州の実権握って、それで何を言ったかって言ったら大化21か条無効って言ったわけ。あれは勝手にその俺の知らんやつが遠征川はまず
知らんと、うん、遠征外が勝手に結んだ条約なんか俺は縛られないと、うん、でその前の清とロシアの条約では23年だったんだから、うん、もうとっくにこれは切れてると、あ25年だったんだ、それであの1923年に切れてると、あだから日本人は全員出てけって言ったんだ、うん、あんた1905年に4億円よ、それからあとずっと投資し続けて大連が立派な町になって、ま、あの満鉄がちゃんと動いていて日本人がたくさん入植して、それからいっぱいその日本人となった朝鮮人が農民になって入っているのが、うん、全員何も持たずに出てけ、それはもう条約は無効だっていうのが張学良が始めたことだった、そうです、それが1928年、とにかく張作霖爆殺された後ずっとそれで満州でそれを順番に、もちろん鉄道の嫌がらせだけじゃなくて鉱山破壊か、それから朝鮮人の借りてたその条約は全部無効だから出てけ、でこれも無効あれも無効って、もう現地でもうだから満州県が何百件って 毎年ねものすごく揉め事が始まったわけですよ、うん、はいはい、でそれをあの満州にいる日本人が日本の国内に来てこんなことやられてた、こんなことやられて、もう張学良こんなにひどいんだって宣伝すると、日本の新聞とかが何してんだ日清日露で日本が取った正当の権益だみたいなことしてまた煽るわけね。それに対して日本の外交官と中央政府はあの国際的なその信用とその平和主義だから、篠原喜十郎さんで、 そんなに嫌だったら帰ってこいって言うわけ現地に。でみんなこれまでの投資どうしてくれるんだって、もそれは非常ひどいじゃないかっていう、もうそういうのがずっと何年も続いて、で日本が動かない、でも満州事変だって日本の中央は陸軍中央とかはやめろって言ったんだからね。それ気持ちは分かりますけれども、それ当時はですね、揉め事いっぱいあったわけですから、うん、だからこれらの揉め事を口実にしてね、それ失敗すればいいじゃないですか。まずはね、こういうあの何ですか、 自作自演っていうね、だからこの手口で私は納得できない。あ、手口はだからそれはね、日本人らしくない。だから私はこれコミンテルの掛け合いじゃないかと私はずっと思ったんですよ。それは真似、でも残念ながら先生さっき言われて、いや、真似したかもしれない。世界的にそういう世界だった。だからその言い訳のために下手くそに真似したかもしれない。なるほどね。それはね、満州出兵してね、満州支配して結構です。ただで、ね、その手口はですね、これちょっと卑怯な手口なので、それは日本人らしくないなと私は思ったんです。それは賛同する。そう、本当にそうだ。日本人らしからぬ、もうだからこの辺からね、とにかく現近代歴史の、日本の近代歴史見てみたらね、落ち度だね、この手口使うのはこの満州事件だけですよ。他のはないんですよ。だから私はですね、疑ったんですよ。なるほど。これはコミンテル裏側に関係あるじゃないかと私は思ったんですよ。ないけど真似したかも。そうなんですか。私はもうちょっと深く、ね、掘ってほしいなと思ったんですけれども、その真相を。いやー、うん、ですからね、いや、石原莞爾さんっていう人が特殊だったのは確か、うん、で彼が、いや、その参謀なんだけど、その世界的なことを研究して留学してドイツ式学んで、それでだからすごく学んでこういう手を使ったのかもしれない。ただしそれから後で石原莞爾さんが成功したんだから我々も同じことするっていうような、その真似事が増えて、どんどん日本が悪い方へ。だから残念なことにね、もうここぐらいがやっぱりあの変なことが始まったっていうのは本当です、ね、それは本当です、はい、なるほど、ええ、でその後はその満州事変の翌年ですね、あの満州国発足したわけですよね。でこれもね、いろんなことがあって、日本は犬飼さんが認めないとか言ってたし、あ当時の首相ですか、うん、あでも結局226で殺されちゃって、それであとは全会一致とか、もうこの辺から本当に日本人があのまあ、今から考えたら政治も下手、外交も下手。先生、私一つ質問ね、あの当時はですね、あの満州、南満州ですね、もうすでに日本領だったわけです、はい、でなんでわざわざその国作るという必要があるかという、ね、そうなんですよ、ないです、ないんですよ、ないと思います。じゃあその目的は何なんですかっていう、ですからもうだから日本は全部支配しているわけですから、わざわざ、ね、国作るのにね、何かメリットあるんですか。もしあればね、それは納得しますけれども、もしなければですね、うん、なんでわざわざこういう満州国作るっていう、逆にね、満州国作ることによってですね、中国からもっと大きな反感を買うことになるんじゃないかと思うんですけど、逆効果じゃないですか。そうです、そうです、その通りです、下手くそです。私も同意します。あ、そうですか。
あのね、あのだから日本人が日本のやり方をこう全部こう外に出していったことが本当に間違いで、いいのね時間頑張ろうちょっと時間経ってるけど、大事な話ここからします、うん、本当にあの根本的な大事な話です。そもそも日韓併合も必要ないんです。伊藤博文さんは外国なんだからどんなに援助してもいいけども日本にするなって言ってたの。それなのに伊藤博文さん亡くなって殺されて、うん、その直上傾向というかあんまりその裏を考えない国際情勢が分かんない軍人出身の日本人が面倒だから日本国にしてしまえっていうのが日韓併合なんですよ。そうな、日韓併合はですね結果から見ますとですねまだ意味あるんですよ。つまり日本はですね防衛線は朝鮮半島まで持っていったわけですよ。でもあれがそもそもの そもそものあのでもまあ、そういうことで日本人が大陸を知らなかったっていうことのスタートなんですけども、うん、日韓併合したおかげで韓国人が実は国境の向こうにいっぱいいるということを日本人は知らなかったわけです。延辺朝鮮族自治州みたいなところとかね、大体そもそもが。それでしかも日本人になった韓国人が日本を背負ってというか大きな顔してこの21か条要求の後でどんどん満州に殉職したの。そうですね、うん、それでさっき言ったあのこの条約で東部内蒙古と南満州で日本人が家を借りたり商売したり農業できるようになったって言って、うんうんうん、普通の本土の日本人でそれした人ほとんどいないの、うん、普通の日本人はそういうあの現地で競争するなんて面倒なことしたくなくて大体関東州で日本的生活してるのね。ああそうですね、だから満州全土に広がっていったのは日本人になった朝鮮人だったのね。ところがだからその人たちが創始改名で日本名が欲しかったの、うん、朝鮮人名だと馬鹿にされるけど日本人の名前だと言われるからっていう、それで向こうへ行って漢人農民とか満州人のもともとの地主をいじめたのは日本人になった朝鮮人だった。でものすごく揉め事が増えたんです、それに対して日本人がこんなひどい目に遭ってるって言われたら日本の警察や軍部軍隊や関東軍はもともとが割と単純な日本の、まあ、言ってみれば下層悪いけど下層階級から出世して偉くなった軍人で植民地支配のような気持ちで出て行って現地を見下してるような日本人が日本人に対してけしからんって言い出すわけよ。だから日本政府は何をしてる、この人たちを邦人保護しろって言って煽って、うん、でずるずるとそうすると日本人がこんな目に遭ってるあんな目に遭ってるで日本の軍隊に助けろとか警察に駆け込むとかっていうことで日本は朝鮮半島だけを日本にしたつもりだったらそういうわけにいかなくてあちらまで入っていくことになったわけですよ。それでその日本人だけだったら言うこと聞いてくれるんですよ、こういうことやめましょうとか。でも朝鮮人はもう日本人だって言ってもうどんどん出ていくので全くこう限度がつかなくなって、で最後の熱火作戦っていうんだってあそこあの向こうの現地でね、あれは溥儀さんがね熱火が欲しいって言った。だから溥儀さんは欲しいんですよね結局ね。それは無意味じゃないかと思うんですよ。日本人がそれを抑えなくて、でしかも現地の日本人と中央のリベラリストのあの本当のことが分かってる日本人の間 の、 あのギャップというか意思疎通がもう悪くて、それがだから失敗ですよ私は思うのにね。熱火作戦です本当にね。熱火作戦なければですね満州だけ経営すればですねそれはまあ世界情勢 もう変わると思います。もうそのところが日本は国境と 県境があったらはっきりするけれど向こうの人にとってみたらそんなのなし、あるがなしがごとく。だってそれは満州を日本が権益に入れたら満州人は熱火どころか北京にだっているんですよ。あそうそう同族が そういえばそれは教会がないんですよ。南で全部あの新国だったんですよ。それはどんどん行くじゃないですか。だからシナ事変になったんですよ。いやそうなんですよね。だから私ね地図上で見たらねそれは熱火省はですねちょうどその境のところなんですよ。つまり東北山省と河北省の真ん中にあるわけですよ。だからそこ干渉地帯にしとけばよかったそのままね。そうなんですよね。私はそう思ったんですよ。だけどもなんで熱火が欲しかったかっていうか取るって言ったら満州国ができた時の建国宣言の時に熱火は参加するって言ったのまずね、うん、熱火省の主席ですか、うん、なのに裏切ったの、うん、
で参加しなかったっていうか、参加すると言っときながら、しかもあそこが張作霖の地元で張学良の一派の巣窟だったの、うん、だからあそこをそのままにしといたら、うん、満州国の背後が危ないっていうのがまず一つだったわけ。それからもう一つ、熱火というのは清朝の利休だったの、うん、だから北京ダメでもせめて熱火って言って、聖徳ね、溥儀が言った、聖徳、あ、聖徳ね、あ、だから溥儀さん北京まで無理でも熱火は欲しいって、あ、この2つの理由があったので、軍人さんたちが、うん、せっかくだから行けって言った。いや、日本軍は強いんですから、それはいいけばですね、必ずね、それは収めるんですよ。それはだから軍人が単純で世界情勢が分かってないし、裏取引が分かってないし、うん、その二枚舌を使うとか、国にしないで権益だけ持ってればいいとかいうことが全然理解ができなくて、うん、でもはっきりさせなかった黒白。その、いや、その後ですね、ずるずるずっとね、深みに行ってしまって、もうこんな結末になってしまったっていう、で結局国を滅ぼしたわけですね、うん、こんな全部の世界中的に回すなんて本当に、あ、これ一つ推薦させて、うん、私の親友の黒山光さんが満州事変について書いて、で彼は今たくさんの本書いてすごくこう売れてるけど、この本だけは修士論文に基づいた非常に真面目な本なんで、増刷してないから、ぜひ読ませていただきます。私の本は外国っていうか日本の外の話ばっか書いてるんですけど、これはその当時の日本の政治がどんなだったかってことを説明してって、あの合わせて読むと非常に分かるんで、どうぞぜひ。もうね、本当腹立つのね、日本人のこと考えてると。あのね、あの近代歴史を振り返ってみますとですね、日本人はですね、満州を建設した、うん、日本人は朝鮮半島を建設した、はい、日本人は台湾を建設した、はい、結局ね、あの利益を得たのはですね、まあ、蒋介石、中国共産党で韓国、北朝鮮、はい、で日本人はですね、結局悪人扱いされてる。そう、なんか理不尽なことは、ありがとう、いやいやいや、いやいやいや、そうなんですけどね、そうなんですけれども、だからその、うん、だから日本人ね、非常に真面目、私日本に生きてね20年以上経ったんですけれども、日本人ね非常に真面目で、うん、だから先ほどね、それは日本人の仕業じゃないかな、じゃないかと思ったんですよ、本当に。それだけね、納得できないんですよ。他のですね、趙作霖のその爆殺とか、その後のその品事変ですね、それはコミンテルの仕業だったということが、うん、今もう判明したわけですから、それはわかるんですけれども、満州事変だけですね、うん、それはもしかしてまだ我々知らない真相裏側で潜んでるじゃないかという、もしかしてもうほとんど判明されてるんですよね。あのね、その本当に現地が非常にその圧迫されてたことと、それから日本の政府と外交がもう国際協調ばっかり言ってどんどん気持ちが離れていったこと、プラスやっぱりマスコミやその煽った人がいけない。マスコミね、とにかくマスコミね、マスコミはしょうがないんですよ、それはどうしようもないんです。日比谷焼き打ちもそうだし、なんせその外交とか今もそうだけどね、あのわけのわかんないことを煽って売れればいい式で やる人たちが、その日本を間違う方向へ向けたっていうか、あの現地が日本と違うのは確かだし、で軍人さんはもう本当に直上傾向なんで置いといて、あの言われたらそうだって思う人たちだし、でも日本人の一般の人に、あのこんなにちゃんと投資してあげてどうしてこんなひどい目に遭うんだみたいにして煽ると、もうけしからんで、防止幼鳥か。だから真実の歴史をですね、やっぱりしてほしいなと思ったんです。みんなほとんど知ろうともしないじゃないですか。あ、でも私から考えれば、あの普通の人は恥じられたら弱いっていうか、やっぱりあの多数決および民主主義だと大体は間違った意見に流される。だって本当に頭のいい人って一握りしかいないでしょ。ああ、少数派じゃないですか、うん、で少数派ので当時もちゃんとしたことを言ってる人はいるんですけど、そういう声はかき消されるわけですよ、時代の流れで。うん、それでその私さっきからもうその問題は二か併合からだって言ってますけども、その伊藤博文さんがあの違う国なんだからその日本にするなっていうような声とかね、うん、でリアリストはそれ知ってるので、朝鮮人が二か併合後も朝鮮人は日本人になったけれども、でも文化が違うんだから日本とは別の扱いをしなさいっていうのが結構冷静な頭のいい中央の言い方だけども、現地の人たち特に今だって市会あのみんな市民平等じゃなかった、世界の平和だのみんながとかって
こう耳当たりのいい言葉で全員が平等なのにそれは差別意識だとかっていうと、朝鮮人も日本人なのに彼らはもうあの変なことをするわけにはいかないとか守ってやりたいとかっていうような意見の方が多数になって、なるほど、あの援助する応援するっていう気持ちが善意から出るわけだから善意が滅ぼすわけよ。冷静にもっと計算高く将来を考える意見が通ればいいけれど、今何がいいかって、分かりました。だって共産主義もそうでしょ、みんな平等って言ったあのスローガンで全員が動いてたくさん亡くなり死んじゃったわけなんだけども、同じことで、日本人はね日本の外を知らなかったの。だからあの境界線の中だけきちんと収めればそれがうまくいくと思ったら境界線はほとんどなかったわけですよ、うん、朝鮮と満州、満州とモンゴルね、うん、そこはもうみんなこう行き来で、だからここまででいいと、ここまででいいって思ったらそうじゃなくて、それでしかも問題を解決しなきゃいけないと日本人が思ったことが傲慢な、現地に何千年も前からある問題、格差とか貧乏な人いるっていうのを、うん、日本人は私たちは日本で成功したんだから現地も全部日本みたいにしましょうと思って勝手なことをしたら、今頃になって日本人にされたくなかったとか、それは勝手なあの植民地主義だって言われるけど、日本人は善意で現地を良くしたくて問題を解決しようとしたけど、問題は一つ問題解決したら次の問題が生まれるわけですよ。あの一つ言えるのはですね、その善意はいつか必ずね報われるんですよ。まだ時間は来てないけれども、私はそれは固く信じてるんです。いやもう北朝鮮なんて日本の置き土産ですよ。そうなんです、すごい政治力じゃないですか。だからその時間ね、あのその時、その手の時まだ来てないんですよ。それ来たらねそうなるんですよ。あ、天が見てるから、中国的、中国的だな。いやいや、だけど日本人反省好きで、ものすごくあのそのこうしたらよかった、ああしたらよかったって今でも言ってます。いや、それ素晴らしいですよ。私それはもちろん反省がないと進歩がないですからね。それは素晴らしいですよ。でもそのバランスを考えないといけない、その今中国と韓国反省してないと、日本人だけ反省するといかにも日本が悪かったっていうのと符合するわけです。だから未だにやっぱその背景と世界と当時の、だから今日本の満州国が、国民法がなかった、戸籍がなかったなんとかって言うけども、じゃあその時の中華民国にあったのかとかね、そういう比較とか、で北朝鮮、朝鮮に対して日本はその平等じゃなかったとか、じゃあ今の北朝鮮はどうか、そういう視点でものを見るってことは絶対大事なので、あのやっぱり賢くならなきゃね。わかりました。どうも、どうも、いやいや、どうもどうもありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。そうそう、時間になりましたので、今日は、歴史学者でいらっしゃいます宮脇淳子先生に、お越しいただきまして、お話を伺いました。先生、今日どうもありがとうございました。